下は全く予想がつきません。さあ原レースは優勝さざやまキャンペーンの数だけに、さあバイクという市街地に2番手まで上がってきた。さあここは一気にグイグイと来て、さあ原レース射程圏内に
と接着しました。そして小川選手は2日後に現役です。なんという間に来たでしょうか。小川選手はゴリチェッカー、非常に素晴らしい足を見せてくれました。さあ、そして斉藤雄一選手がウィニングラップ。さあ、優勝、そしてシリーズチャンピオン。さあ、こちらを獲得いたしました。まあ、本当は全国大会もね、出てもらえたらと思うんですけどね、まあ、いろいろとあるみたいで、今回は出場しないみたいですので、最終戦、これでシーズンですね、終了いたしましたでしょうか。非常にいいですね。